ポータブル。でもさ、次何歌う？それな。結構歌っちゃったよ、ね。そうだよな。はい。あ、OK。これでいいんかな。おやすみかちゃたら。さあ、これで配信になっているかな。さあ、というわけで一回あれしましたけど、こんばんは、チホリアとチーです。ひめこちゃんは今ジュースを、あ、今戻ってきた。おかえり、早かった、めっちゃ早かった。そうだね。それな。というわけで、チー兄ちゃんのオーカムマイウェイポータブルゆめこことカラオケナウナウでございます。オーカムウェイでございます。あかつきライバル、私は歌えない。あかつきライバルさん、懐かしい。なんだっけ。それな。あ、好き嫌い歌えない。好き嫌い歌えない。いや、残念。好き嫌い超好き。うん、まあね。そうか、そしたら、あと何です。なんもね、ね、さっきね、歌い尽くした感がある。そうそう。なんかやりたいねって言ってたやつも、ね、歌い尽くした感がある。どうしかな。バタフライの歌を。あ、いいと思います。あ、ゆめこさん、リツイートをお願いしたい。頼む。じゃあさ、みんなをピスターよっしゃ、ちいさんのテンションが上がりますよ。ちいさんのテンションがこれ以上上がったらとんでもないことになるよ。あ、今日は夜どうなっちゃうんだろう。ちいさんは酒入ってないからね。いや、もうね、通常テンションだよ。通常テンションですからね。ちょっと待ってね。引用リツイート、よし、わかる。ブッダーフライ、またありがとうございます。バターフライですよ。バターフライ、バターフライ一緒に歌いましょう。いや、楽しみだな。さ、でも私バターフライさ、元気だとさ、これ以上おしゃれてる時間はないぐらいがさ、多分出ないと思うんだよ。あげる？いや、でもいや、いいよいいよ、そこは地に任すから。そういう、そういうね。そうそう、あげてもいいんだよ。さ、バタフライ、和田さんの名前が意外とこの頭の方に来ないですね。あれ、そうなの？え、マジなの？仕事ねえよ。はい、じゃあ和田さんのバタフライ。ほいだが仕方ねえな。それは。タラッタラッタデンデンデン。チュ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 。うわー！はーい！アドモン進化！イエーイ！頼りない翼でも君と飛べるさ。
長になって小さな風に乗ってどこでも君に会いに行こう。曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでる急そぶ今が今を忘れてお手に入れ
初見さんいらっしゃい、こんばんは。いらっしゃい。これあと何分なの？ってね。
うんとね、コインがあるから、まあ、ぶっちゃけ何に一時間くらい。そんなにある？だからまあこっちで切るっていう。ああ、そっかそっかそっか。あのコインありがとうございます。本当ありがとうございます。投げてくれたんだ。ゆめこさんだって言ってるよ。ゆめこさんでーす。はーい。おしょめさんいらっしゃいませ。こんばんは。バイバーイ。ちんにちゃんのオオカムマイウェイポータブルにようこそ。イエーイ。イエーイ。なんかね、楽しく歌えるのないかな。な、それだ。うん、ゆめこさーんって、ほら。やっほー。やっほー。やっほやっほー。いいね。やっほやっほやっほー。そうやな。なんか、そうだな。ラブ系の曲って何できるかな、何ができるかな。うちらがどっちも歌ってるやつ。そうだね、歌ってるやつ。そうだよね。もう今日あれは出なそうだもんね。一人じゃないよ。もうでも頑張ればいけないことはないけど厳しいよ。そうね。何があってさ、後半戦だよ。それな、それな、イケボ切り替わりな。そうそう、幼少期はなんとかで、ね、切れてるそうなんだよね。そうだな、なんかないかな。なんかないかな、なんか普通の歌えそうな、普通の歌えそうな曲。懐かしのアニメ。ああ、それもいいけど、それこそ戦隊行っちゃえばいいじゃん。戦隊だと戦隊ものだと。さっきの銀河マン。銀河マンだ。銀河マンめっちゃ低いけどな。そうだね、落ちてないわ。ガガギギ。銀河マン。ガガイケイ。任せてくれんのか。でもね、結構厳しいかも。ほら、僕ゆめこさんのことが大好きなんです。毎日何度も聞いてます。ありがとうございます。よかったね。あ、キョンジロウくんだ。昨日の方じゃないか。あ、昨日来てくれたか、うんうん、おお、ありがとうございます。そうだよ、そうだそうだ。いやーね、嬉しいね。嬉しいっす、ね、嬉しいっす。プライド感覚に耐えないわ。もう新しいのとかね。そっちがね、古いのしか歌えへんから。もうついていけない。そう、古いのしか歌えへんから。そうやな。シスさんももう好きすぎて、あー、ありがとうございます。嬉しい。ちーちゃん大好き。うわー、ゆめここ大好き。なんかちょっとジェミニは歌える？あー、歌えるのか。好き、わかるよ、わかるよ、好き。ジェミニいいよね。ジャンルボカロとかで探してみようかな。あ、そうだね。それか、なんかアニメソング。うんうんうん。ちゅら何見てたんだ、ちゅらか。ちゅらな、本当は中学校スマホダメなんですけど、帰りに二人の歌聞いて帰りました。ありがとうございます。うわ、気をつけてね。なんか複雑だけどね。気をつけてね、見つかったら最後。そうだね。リアル鬼ごっこじゃないけど。お、ジャンプつながりでゴーとかどうですか。 We are fighting dream。 いや、それ行こう。お、じゃあ捕まえ。よくわかんないところもあるかもしれないけど。あ、そうだね、英語とかね、すげえ適当にやりますんで。そうですね。そうですね。でね、これさ、うん、あ、ナルトで出した方が早い。あ、そうかもね。あ、そうだよね。We are fighting のリマーズ。いや、本当にいいよね、この曲ね。うん、もうなんかさ、誰もが歌ってた感じだよね。さあ、旅を目指して Fighting リマーズ。初代、懐かしアニメに初代プリキュアがさ、俺たちの中に懐かしに入らない。初代、でもね、初代いいよね、あれ。プリキュア、プリキュアでしょ。プリキュア、そうそう、プリキュア。そう、ちょっと、おたぎうてっぽい。妹が見てたぞ。知ってたのか。私、弟がプリキュアファンだったよ。なるほどな。だよ。はい、声出たよ。はい、じゃあ、ゴー、ありがとうございます、リーク。適当に行こう。よし、適当に行こう。We are fighting dreamers。 さあ、髪を目指して fighting dreamers。 何すりかまわず fighting dreamers。 信じるかの前にあり、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 ちゃんと my way。 We are not that We're going to find the money for my kill right now。 We're the key to the kids of my life。Right now, right 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 now
この地図を広げて離れゆく存在色のカラスがそれを奪い取ってやくりすげた。壊れてもいいよね、わかる。いや本当におんちゃんよくわかる。
そのままもう少し歩こう片思いに消えゆく夢を数え枯れてく中を見た通い慣れた道に迷い込む心の闇がもう一人の自分¡Gracias!
くぞ、多分。お邪魔状って何？あの初期、初期でいいんじゃない？ドッキリドッキリドンドンって次の力が湧いたら、しよさせで。いいんじゃないかな。それでいいのか？あれってなんていうの？あ、なんていうんだろう。なんていうの？お邪魔状で検索するの？あ、多分、うん、そうじゃない？さあ、なんかさ、それよりもさ、その後のやつの方が印象強いよね。どんなの？そう、なんかいろいろある。あなたの真ん中ってあるね。あったわ。お邪魔じゃカーニバルじゃん。いろいろあったよ。あ、カーニバルある。あ、カーニバルだ。せやろ。待って、間違えた。あとは誰も誘わないでって出てきちゃった。そうだ、お邪魔じゃカーニバルだ。そうだろ。テレ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 アレノブシス。アレノブシス？知らないな。知らない。生まれちゃうなんだ。生まれちゃうなんだ。カラオケでも歌ってもらったからこそ。ねえねえねえ、遊戯王の 99% ってどんな歌だった？ちょっと知らない。ちょっと見てみればわかるじゃん。それね、なんかそれすごくね、私ね、題名は見たことある。あ、ほんと？全然あのさ、なんかシャッフルなんたらっていうやつと、あの、オーバーラップが好き。え、なにこれ、待って。オーバーラップマジかっこいい。あれはね、映像出るんだよね。え、何個は？ユーユーのオーバーラップは映像出る。99% 99% どうなのかな。これのこと？バギーをかけたり。歌っていただきたいな。そして僕たちはこの20代の集大成に向けるベストアルバムスーパーフェリーベストをリリースしました。はい、皆さん、このベストアルバムすごいよ。だって今までのシングル全部入ってんだから。はい。45曲。ああ。だ PV とかも。どこがかっこいい。入ってたと思う。そうだね。昔のこれじゃないの。なんかさ、タラタタタタタタタってエンディングもあったよね。エンディング。タラタラタタラタみたいな。なんか懐かしい。そんななった気がする。歌った方に勇気を。スペシャルプレゼントを用意しています。で、オーバーラップだけいいよ。シャッフルなんともさ、かっこいいっすよ。歌って歌って一番だけ歌って一番だけっていうのはとてもいいと思う。いや、本一番だけだったらね、たくさん歌える。そうそうそう、よろしくお願いします。オーバーラップ楽しんでください。はい、というわけで一人に一つずつもらえるってのもあったよ。情熱を手に輝くパワーに揺られ、僕らのお好き早くて一人に落ちてみて。
いんだよ、羨ましいな。そんなことねえぞ。そんなことねえぞ。今ね、アニメをね、いろいろね、漁ってる。キサラズアテンションとかテンション上げ上げでどうしよう。え、キサラギアテンション、キサラギアテンション上げ上げでいく、上げ上げでいく、上げ上げでいく、上げ上げでいく。キサラギさ、難しない？難しいね。なんか、あれよりね、お月見の方がまだ歌いやすい。あ、そうか、なるほど、うん、でお月見がいいね。でもあれ、あれ逆に覚えられないかも。あ、ほんとに。じゃあ、キサラギアテンションしようか。いや、どっちもぶっちゃけ難しい。影プロは難しい。本当にね。いやでもね、すごい夢子のお月見好きだったからね。嬉しいな。だって中尾の先ずを中を見ていた。タタタタタってとたっていうのが好きなんだけど、影プロ難しいんだよね。わかる。そうなんだよね。そう。本当ここぞっていうさ時にはあんまりさ入れなくない。それよ。カラオケでは意外と入れないよね。あのね、最近ね、前までカケプロばっか歌いすぎてそれしか歌えなかったんだけど、なんか最近ね、あ、この曲難しいな。そうだね、逆に気がついた。そうだね、分かる。カケプロの曲って全部難しいんだっていうことに気がついたからね、あんまり入れなくなった。愛は、愛はあるんです。愛はあります。正解、アザムくん。世界アザムこうじゃん。
じゃあ世界を歩こう。ありがとう。ありがとう曲。ありがとう。助かった。むしろ2人とも歌えるぞっていう。あ、ライオンっていう人もいる。あ、やる。ライオンもいいよね。シーがシリルで私がなんか。あ、それでいいですかね。その方がむしろ助かるかな。オッケー。じゃあ愛のシナリオ歌います。はーい、はい、歌ってもいい感じだ。まあ2人で歌えばいいのか。そうだよ、適当に歌おう。そうだ、来る、どっちもいい。Say it out loud. You can't deny it. Hold it in. Truth. This pen's ませんから。スッと聞かせて。
可愛すぎか。うちらのテンションやばいね。うちらのテンションについてこられてるみんなすごいです。みんなね、セリフかっこいいがね、すごく来てます。え、ほんとセリフ聞こえたのね、すごくな聞こえるのね。うん、確かに。じゃあ、ライオンね。ライオンね、忘れた、ね、あれも歌えないの、バッドマイスター。なんだっけそれ。ババマイスター。ああ、歌えない。あ、そうなんだ。知ってるけど歌えない。あれ、すごくいいです。うん、さ、覚えるね。ランカちゃんバージョンの方が好き。ランカちゃんバージョンのね、ライオン、そう、最高の歌が好き。あ、それが、そうそう、チュリル顔だけじゃないけど、それがいい。でもランカちゃんがな、ランカちゃん可愛いよね。スネラっぽい。もしもママ
やばいね。じゃあとりあえずどうしようね。そろそろかな。そろそろかな。っていうところです。で、ちーちゃんのね、携帯の充電がね、そろそろやばい。なってきたから。そうだね。そろそろですかね。はい。そろそろ終わろうかな的な。あ、君じゃん今日聞きたいです。はあ。やばいね。これね好き。本当に。え、やんの？やる？いいんじゃない？あ、伝えるよでも一応。じゃあ最後に天木さん。お、やったー、やばい。これやばいですね。夢ことは歌えないってずっと思ってた。本当に。雨聞こえか。雨聞こえだった。天木声にちょっと検索。天木。あ、最後にアスナウンサーっていうのがあるけど、ね。あ、それでいい。すごいいい。それはわかる。ね。けどもう多分。まあまあ、ちょっと次第です。今で気分しまなるよねってことをやるのはでもそうだしなじゃあアミック声3強で、本当にですね、あの最後まで聞いてくださった方々ありがとうございました。グダグダだったのよ、本当にありがとうございましたっていうことですから、本当にこれで終わるってしんみりするね。いや、しんみりやな、もう最後は ますが、またぜひね、来てやってくださいということで、またやるかもしれないね、本当にね、うん、はい、それでは本当にありがとうございました。ありがとうございました。